はい、どうも皆さん、トライアングルですということで、今回なんですけど、ちょっとね、先に言っておかないといけないのが、こちら、ゲームを今ちょっと切っております。後付け実況ではないんですけど、ちょっとゲームを切っておりまして、その理由が、なんかバージョン 1.18.2 だとなんかね、ゲーム音と僕の声が音ずれしてしまうっていう現象がね、まあ多分何回か見てるので、分かる方は分かると思うんですけど、僕なんかね、この僕がこうやって動いてから2秒後ぐらいにガサッと音がしちゃったりして、ちょっと逆に音があった方がなんか変な感覚っていうかね、なんか変な感じだったので、ちょっとゲームを消しました。はい、でこれでプレイしたいと思います。で今回なんですが、まあ多分サムネとかね、見てもらったら分かると思うんですけど、なんと、はい、アオレオさんというね、モッド制作者様がいるんですけど、その方がなんと、ここら辺にいるかな、ちょっともうすぐ説明したいんだけど、あ、この辺りに結構ね、さっき実は下調べしたんだけど、あこういう感じね、さっき結構いたんだよな、いないかな。でちなみに、まあ、今回、まあ、もう説明しちゃおうか。はい、トライアングル、まあ、僕のですね、僕をなんとペットにできるという、モッドです。はい、ちょ、いないか、あ、いた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 、いましたいましたいました、いや、ここにもいた。はい、こちらでございます、トライアングルくん。無視ですね、無視しないでください。はい、この子ですか。この子が、まあペットになってついてきてくれると、まあ感覚的には、 あそこにもいる、いっぱいいる。で、さっきあそこにもいたからね、あそこにもで、感覚的にはまあ狼みたいな感じで思っていただければいいということだったので、なんだろう、そのゾンビを攻撃したりしたら、まあ攻撃しに行ってくれるし、僕がゾンビから攻撃を受けたら襲ってきてくれる、はい、襲ってくれる、全員で。で、羊とかであろうと、僕が攻撃したら、まあ、襲っていくという形ですね。はい、で、この僕を、まあ、今回トライアングル君って呼ぶんですけど、このトライアングル君をどうやって懐かせるかっていうことなんですけど、この作業台でこの三角形にするんですよ。そうするとこちらトライエサっていうのがありまして、これね、ちなみに、僕がお腹空いている時に僕も食べれます。はい、僕も食べれる仕様になっております。緊急時体力 1.5 回、おお、よ、 1.5 回するんですけど、さあ仲間に、仲間に、あぶねえ。仲間になりましたと。まあ多分その仲間になりやすさはおそらく、まあ狼の骨と一緒の感じじゃないかな。そんなに難しくはないけど、1回で仲間になる時もあれば全然仲間にならない時もありますよみたいな、そんな感覚ですね。はい、じゃあちょっとちなみにこれ重複して仲間にすることができるので、10体ぐらい、もう下手したらもっと大量にその仲間にしてっていうこともやっても全然いいと思うので、だからこれで100日ハードコアとかやってみたいよね、普通に。この大量のトライアングルを仲間にして、それこそ100体ぐらい仲間にしてさ、それでなんか100日ハードコアも、まあ、ちょっとできたらやってみたいなと。でちなみにこれ今平原なんですけど、実はこのトライアングルくんだけではないんですよ。なんと砂漠専用のトライアングルくんもいます。そちらもちょっと紹介したいので、とりあえずサバイバルしながら、ちょっと砂漠、まず砂漠あります、ん、砂漠か、あれ違うな、砂漠じゃない、雪か、だからそれこそ今雪だけどさ、雪のトライアングルってのも絶対あると思うんだよね、今後。まあそれこそなんか沼地のトライアングルだったら、ちょっとなんかドロドロしてる感じのね、トライアングルだったりとか、ちょっと、あ、村、オッケー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 、村は小麦がいっぱいあるんじゃないか。でなんかそのなんだろう、砂漠にちょっと早く行って、雪だったら何色なんだろう、白いトライアングルみたいな感じ。あー、危ねー。ちなみに今回そのモッド制作者様のね、概要欄に貼っておきますので、ぜひちょっと見に行っていただければなと。アオレオさんはまだ多分モッド配布とかはされてないんですけど、その星のカービィのね、そのモッドだったりとか、いろんなモッドを制作されていて、まあこのなんか僕のモッドでこれ遊びたいっていう方はおそらく配布してくださるとは思うので、ぜひアオレオさんのねチャンネルの方見ていただいて、まあこれが投稿されてる頃にはまだ配布されてないと思うんですけど、まあ多分配布されると思いますので、ぜひご覧くださいませ。ということで、じゃあちょっとあれだな、戦ってみたいな、早くゾンビと。素晴らしい、素晴らしいと思わんかね。よし、小麦がこんなに欲しいと思ったことないぞ。小麦の種か、小麦の種をこんな欲しいと思ったことはない。14個、大きいです、これは大きいです。
わあ、ちょっと洞窟行ってみる？結構仲間にしたから、ほら、かわいいトライアングルくん、まだちょっと足りない。トライアングルくん、ちなみにトライアングルくんは回復します。はい、あのちゃんとこのトライアングルを上げればね。さあ行け、みんなレッツゴーだ、倒せ、強い。かわいい。え、マジでこれ100日いけるんじゃない？これで舐めすぎかな。100日はどこ舐めんなって言われるかもしれないけど、でも強力な敵モブはいないからね。あー痛い。てか砂漠でトライアングルくん探すつもりだったけど、とりあえずじゃあちょっと洞窟で探そうか。まあ最悪ちょっとあの今回は紹介パートだから、まああの痛い、スケルトン助けてくれ、トライアングルくん助けて、ありがとう、トライアングルくん、こうよし、最高。さあ痛い、助けて、トライアングルくん助けて、ありがとう。あれ、やられた、トライアングルくん大丈夫か。いや、全員いるね、全員いるね、素晴らしい。僕が攻撃受けても襲ってってくれるし、まあもちろん僕が攻撃したら襲ってってくれると。まあ本当に狼みたいなもんだよね。まあ、100日ハードコアでも結構狼って必須キャラだからさ、そう考えるとこのトライアングル組んで100日ハードコア全然ありだと思います。ちょっとダイヤモンド、ちょっとトライアングルさん、いきなり来すぎて、ダイヤモンド取れないよ今、ちょっと待って。どちらにしてもちょっと取れんから、ちょっと危ない。これ多分トライアングル君を攻撃すると多分他のトライアングル君が襲いに行っちゃうから、トモ食い始めるから、それだけ危ない。トモ食いはやめて、本当にせめて仲良く会ってくれ。うわっと、そうかそうか、あれか、僕ゲーム音切ってるからさ、ゲーム音切ってるから余計にあれなんだ、あのゴーって音、あのゾンビのさ歩く音とかもしないからさ、これやばいな。そうか、だからさっきからずっと僕後ろ取られるんか。いやこれなんとかちょっとあれだね、その音声の、そう、訪れの原因をちょっと探さねばならん。まあ多分痛い、助けて、お願い、トライアングルくん。くそー、ゲームの音がないのがこんなにきついのか。ちょっとやっぱり音量入れていいっすか。ちょっとごめんなさい、訪れしてたらごめんね、マジで。じゃあ、あのここから音量、訪れしてるかも、してないことを祈るわ。してたらごめん。どうかな、してるかな、みんなどうしてる。これ対策のしようがなくてさ、どうしよう。キヤー、いけ、トライアングルくん、ゴー、危ない、助けて、トライアングルくん、ありがとう。ビヤー、危ない。あー、トライアングルくん押さないで、トライアングルくん押さないで、やめて。あまあせっかくなので、砂漠のトライアングルくんもちょっと紹介したいと思います。はい、こちらですね、砂漠トライアングルスポーンエッグということで、こちらですね、かわいい。これ何、マラカス、マラカスかな。え、待って、めっちゃかわいいんだけどこれ。え、これも仲間になるんか。なりまーす。かえ、ちょ、あ、マラカストライアングルくんどんな感じや。ほら、いけ、さ、マラカストライアングルゴー。あー、いいね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 。ちなみにこのトライアングルくん体力が15だとしても、なんかね、一応攻撃力とかね、個体値があるらしいです。あの強いトライアングルくんみたいな感じにはなってるはずだから、そうだね、これでなんか強いトライアングルくんを厳選して、まあそのいっぱい戦って、なんかよ、おい、砂漠のトライアングルくん狙われてる、助けてあげて、誰かやめてあげて、トライアングルくんね、逃げて、トラちゃん、トラちゃん、やられた、許さねえ、許さねえ、お前ら人間じゃねえ、人間じゃないか、ゾンビだもんな。はい、というわけで、今回はかわいいかわいいトライアングルくんのペットですね、はい、そちらをちょっとやってみましたが、まあ今回は紹介編ですよ。だからまたまあ100日ハードンするかわかんないけど、サバイバルとかでちょっと今後ね、なんかバイオームによって、まあこの、緑のトライアングルくんは普通に平原で出てくると、で砂漠のトライアングルくんはもちろん砂漠に出てくる、でいろんなねバイオームからそのなんかトライアングルくんが出てくるようになるらしいので、まあそれもねちょっと楽しみつつやっていきたいなと。こうやって大量にさトライアングル仲間にして、そしたら100日ハードいけんじゃないの、僕でもね。ちょっと頑張ってみましょう。ちょっと最近100日ハードにちょっとハマりすぎてんだけどね。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。ぜひね、今回このモッドで遊びたいよって方は、概要欄のチャンネルの方からね、ぜひまだ多分まだ配布はされてないと思うんですけど、多分配布はされると思いますので、チェックしておいていただければ、要チェックやで。はい、じゃあお疲れ様です。バイバイ。